さあ始まりましたチョコレートプラネットの出番まででございますけれども、はい、大阪来ております。大阪来ておりましてね、今まあ単独の真っ最中なんですけども、2日目なんですけど、はい、ちょっと髪いつも初日に切ってるんですけど、おちょっと切れなかったので、うん、2日目の今日のまあ、うん、朝ちょっと探して切ったんですけど、うんうん、ちょっとねこのラインがちょっと上に上がりつつちょっと上がってます。気づかなかった？あ、全然気づかなかった。そう、確かにちょっと上がってんのよ。あのまあこのいつも綺麗にしてるの、うん、まあラインアップっていうんだけど、うん、ラインアップしますかって言われて、うん、あ、してくださいっつって、うんうん、でなんか俺なんか富士みたいじゃないけどなんかここと、まあ、こことここがちょろちょろってなってるからここをまあピッてやって、うんうん、あとこの横もちょっとやると綺麗になるんだよ、うんうん、だからまあ綺麗にあのきっちりやっちゃってくださいって言ったら、うんうんうん、ほんとこんななったらなんか確かにちょっとなんかほんとちょっとなんかもう関西のやんちゃな人みたいな、なんかちょっとちょっとね、あのまあ上手な人の時ちょっと俺の伝え方があれだったのかわかんないけど、なんかいつもと違う、なんか何違うんだろう、ちょっとここも高いんだけどにしてもちょっとここがねちょっとなんか白髪は火曜日、うん、昨日月曜日の夜とか染めたからまだ、うん、だけど本当は切ってから染めたいんだけど、ほらホテルのやつとか染めちゃダメって書いてあるから。いや、そうやんな、そうあれな、うん、そうだからもう横白髪ビームが出ちゃうのよ。やばい、まあまあもう美容藤原さんの藤原さんの横白髪ビームちょうど見てたやってたな、横白髪ビームってやつも本当子供に大人気みたいな感じ。俺もマジ横白髪ビーム出ちゃうからさあれなんだけど、いや横白髪ビーム、横白髪ビームもすごいよな、ちょっとなんかでもテッカテカだほんでやばいな、テカってるね、うん、なんだろうな、ちょっとよく言えばあの前世紀の時のミロあのクロコップみたいな、ミルククロコップみたいな感じの感じでかっこよくはなってんだけどな、ちょっとなんか恥ずかしいな。ちょっと早く伸びてきてくんねえかな。焼けてもいるかな多分ちょっと。そうそうそう。なんかそれもあるやろな、なんか、うん、まあ、ロケ焼けもあるけどな。うん、そう。もう一応もう今年から日焼け止めとかをもう塗るようにはなった。あ、負けた。もう負けた。もうあのあれはね、体はね、うん、顔はあんまり塗ってないけど顔は顔塗れよ、顔は塗れよ、顔は痛くならないから。だけども、いや痛なるよ顔。あの1年に1回ある、うん、あのロケがあるんですけど、うんうん、その時ももう午前中ずっと上半身裸だったから、はい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 、もうそれはさすがにあの、うん、くれっつって塗ったんだけど、それでももう一回しか塗ってなかったから結局ヒーヒーしてさ何回か塗らなきゃダメなんだと思いながら、いやそう考えたら俺最近日焼けでヒリヒリってあんましてないな、うん、俺はもう結構塗ってるのでもう、うん、おうでもさ日焼けでヒリヒリ、上半身裸ロケをしてないでしょ多分。いやないからな上半身裸ロケで、上半身だから、うん、俺はもう上半身裸ロケがあって、うん、それもそれはさすがに去年それでもなんかもう、うん、本当にもう死ぬかと思ったぐらいもう痛かったからもう皮膚科に行かなきゃいけない、もうそんなおかしいやんって本当にやけど。だけども今年は全然大丈夫、うん、顔はもうでももうしょうがない、うん、俺はもうあと もう夏の終わりでもなくなるだけだから、うん、そんなない、うん、だ そこまでそんな焼けてないかな。いやそうなあ、 あんまない。ちょっとサウナでマジ焼きそうになったことあるけどね。それはまたちょっと違う。お蒸し焼きみたいな。蒸し焼きみたいな。たまにもうえげつないのあるの。めっちゃくちゃ熱いの。なんなの？それ普通って何のなの？俺なんかたまに行った時にしか入らないからなんだけどさ。だ普通まあ90から100ぐらいの間なんですよ。もう100超えたら結構熱いみたいな感じで、そこプラスロウリュが入ってくる。ああなるほどね。うん、まあ行ったじゃんその、ああそこね、あの4人で行ったところ。そう4人で行ったところ、もうあっこがもうあそこ暑かった。あの暑かった。あ
暑くて、うん、でロウリュウ来て、うん、それがもうマジでやばくて、あ俺ロウリュウやってないわあれね、俺赤釣り行っちゃったからそうでしょ、そうであの自動ロウリュウやってそのあーってなんか落ちてきて、そう、うん、でなんかこうサイドにあってさ、うん、でブッシャーって来てさ、うん、クワーってなってもうさすがにあかんと思ってもう出た、もうすごいよな本当、あれ何分も入ってる人、うん、マジで、で車温泉チャンネルで、うん、なんかスチーマーみたいなのがあってさ、うん、なんかその、ま、テントサウナの中にこのスチームがブワーって出てるやつあるんだけどさ、うん、もうやばくて、うん、マジでタオル こうやってたらもう溶けるやつタオルポリエステルのタオルこうやってたらもうドロって溶けるぐらいのやつ何度だよそれマジでマジでやばかったそれ、何それをやったのそれ、そうやったのその、うん、その無限にこうスチームが、まあ大体ロウリュウがバーってかけてやるんですけど、もう無限にこうスチームがこうグツグツになってやってる、ずっと熱いのそれだと思う、ずっと熱い、さすがにもうね、いやマジでもう1分ぐらいしか無理やったもうそれ1分で熱いってなったらそれでもう整うの、なんかじゃ あんまり多分整わないね、その熱すぎ、なんかやっぱこう結構じゃ多分入らないと、うん、うん、なんか瞬間的には来るんだけど、その汗じゃダメだってことでしょ、その汗じゃね、なんかね、そうね、こう持続があんまない感じが、ぽわっとなんか、うん、持続させようと思うとやっぱちょっとそれなりに入ってないと、うん、うん、ちょっときついんでね、いやそれで焼けたっていうのは、いやーやばいよ、うん、昔マジでめちゃくちゃ焼いてたもんな、マジで真っ黒になってたもんマジで、焼きたいよな、なんかみちょぱとか見てると羨ましいなと思っちゃうもん、なんかもうみちょぱは行ってんだっけ、みちょぱは行ってるって言ってたっけ、だから日サロで多分下地作ってからやってるけど、多分なんか 6月ぐらいに真っ黒になってたの見て、いや早くないっつって、いやそうっすかみたいな、でみちょぱやっぱもう何も塗らないっつったもんね、その日焼け止めみたいな、かっけえなーと思ってちょっと大変よなあれ維持すんのも、黒いのもでしょ、維持しとかなあかんわけやろ、そうだよね、多分そんでちょっと収まってきたらなんかうわーちょっとなんか収まってきちゃったなっていうのになっちゃうのよ、そう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 、あの子とかで、あのグラビオの橋本里奈ちゃん、はいはいはい、何あのブラックダイヤモンド、あの子なんかヒサロとか言ってへんっていうもんね、なんかその天然で焼いてるっていうもんね、天然でどうやって焼いてんだと思う、冬場どうやってだからもう事務所のやん、あのどうやって焼くん、あのバルコニーとかでそれやるしかないでしょだっていやすごいよ本当かな、うん、ちょっと久しぶりにヒサロ行こうかな、ヒサロなんか一時期なんか行ってみたくて行ってさ、大宮とかの合間でなんか気持ちいいよすっごい、そう、あったかくて、うんって、いや絶対サウナの方がいいんですよ、絶対サウナの方がいい、でもサウナさ考えてみて焼けないじゃん、いや焼かんでええやん別に、黒くならない、焼かんでええもんマジで、いやでも長田さん今黒くしてめっちゃかっこいいと思ういや嫌です嫌です嫌ですちょっと一回ぐらいちょっと一発いっとこうかな今年、うん、あったかくて気持ちいいの、なんかボーっとして、うん、全裸でやって、うん、そう、それで普通にどっか行って焼けば多分一番それが最強、そう、うん、もうでも家族とかでプール行く時も俺なんかもうあの、ね、あの着てるもん、ラッシュガードみたいな、そう、あそう、うん、そうね、なんかだから日焼けもあれだし、子供も着てんねんな、ラッシュガード、そうそう、最近のみんなうちもなんか今嫁が着せてたんですけど、そうやっぱり暑すぎる、そう暑すぎる、裸の子いるとなんか、いやそう、え裸の子いるじゃんって思っちゃう、結構いんのな、この間箱根行ってユネッサンとこ行って、その時もほんと1人か2人ぐらいで、いやそうやろ、みんなラッシュガード着てんの、そうと思って、そう、あそんな時代や、まあおじさんだから、おじさんとかが裸で、いやそうだから俺とか別にそう着いひんから、うん、いや俺とかは絶対着いひんから、そう言ってもでもなんかもう一応なんかその隠れるためにも含めてなんかそうだね、そうもうこういうフードついてるやつとあだけど、子供でなんか子供でさ、なんかあのブーメランみたいなの履いて、上何も着てない子見たらなんかすごいなんか面白いな、なんかこんな子すごいないるんだっていう、そう
もうだからもう裸でうんぬんなんてもう無理になってきた、まあ、暑すぎて暑すぎる、ほんまに暑すぎる、マジで危ないんだよ、危ない、昔こんな暑なかったもんな、ね、やっぱやんなっちゃう、もっとマイルドだったもんな、いやほんと夕方になったら涼しくなってきたはずなの、じりじりやからな今もほんまに、はあと思う、ちょっと歩いただけでも、うん、汗だくですぐなんかもうだいぶクーラーとかさ、まあ、出て家切ってさ、うん、帰ったらとんでもないことになってるな、うん、もう危ないんだよ、ブフワーくるもんな、うん、それこそ熱波だよ、熱波くる、うん、でいいじゃん、でもくあのサウナ行かなくても家であれ切ってさ、ちゃうねんてさ、そんな感じじゃないねんてさ、それはそれで違うねんて、暖房焚いてさ、いやいやもう違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 う、それはもうヘタル、ヘタル、それはそんな温度上がらへんから、逆にヒーターと、えヒーターとか買ってきても、いやいやいや上がるけど、うん、うん、酸欠なんで、そんなの部屋でかきたくないね、汗は、だったらもう庭にテントサウナつけるもう、あ、もうあるあるじゃん、ね、あるある、あるけど、それじゃやっぱダメ、でもなんかね、やっぱしなんかそれは違うねんな、もうめんどくさいというか、だから外食したいみたいなこと、そう外食したいみたいな、そうそうだよな、きっとなんか言うもんな、その家にサウナつけたら入らないみたいな、そうやね、だから慎吾さんのもさ家につけてんの、もう全然入ってへんって言ってもな、うわそうなるんだよ、うん、うん、慎吾さんのやっぱプロデュースしてるそのサウナがめっちゃいいから、もうあそんなそこそんなやってんのか、そうめちゃくちゃいいから、めっちゃ高いんだっけ、まあお高いですね、だからあの会費になるのがやっぱ高いから、ね、そのでもやっぱ結構ね、やっぱねその値段設定高くしないと、うん、来るから人が来すぎ、だからそう来すぎてバランスを取るために、そう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 、うん、オーバーサウナになるから、もうオーバーサウナ、オーバーツーリズムみたいな、オーバーサウナになるから、うん、もうあれみたいな、ある程度な、あの昔のだから富士山とかすごいじゃん、もうなあんなもう3万ぐらい取ったったよね、あの登るのに、でも何回あの泊まるとこなしで登ってる人のニュース見るかもうどういうことなんだよと思っても大丈夫、薄着の外国人とジーパンにトレーナー姿で同調しようとしている外国人観光客、マジでもうもう入れないなんかもうでも大変だろうな、そういうのも、いやだからもう値段取ったら1000円とかやろ今、あそんな安いのか、そうそうそう、だそれでもなんか1000円取りますみたいなんだね、いやもっと取ったったやね、別にもうね、それでも登る人は登るし、それでも登る人は登るんやからさ、確かに富士山って登ったことないもん、ないな、でも一回登ってみたいな、なんか男は30までに登っといた方がいいみたいな、なんかそのなんか、なんか聞いたことある、もうしまいやもん、うん、でもまあでも人生の富士山登っていくからな、こっちお疲れさまでした、もう出番だよね、もう出番だよな、はい